皆さんこんにちは、ネイリストの橋本美香です。今日は久しぶりに、100円ショップのセリアから新色が発売いたしました。しかもマグネットになっています。とってもね、可愛いピンク系の、ピンク系から紫系かの色まで全部で6種類出ていますので、今日は皆さんにこちらの色レビューを行っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで今回発売した6色は、ミッドナイトパープル、デイドリームピンク、シルキーパープル、シルキーピンク、シルキーレッドっていう風になってます。まだ開けてないんでわからないんですけど、多分この2つのマグネットの感じとこのシルキーシリーズのマグネットの感じちょっと違うのかなというふうに思ってます。で、サーモンピンクみたいな感じのピンクから、ダークパープルまでこうグラデーションってわけでもないんですけど、ちょっと色味のね、同じピンク系でもちょっと色が変わっていってる感じなので、ピンク好きな人とかちょっと淡い紫好きな人にとっては思わず全色揃えたくなるような色のラインナップかなと思ってます。で、マグネットなので、磁石が必要です。ネイル用のマグネットを使っていきます。まずはミッドナイトパープル。お、思ったよりなんか粒子が細かい感じですね。塗っていきます。ミッドナイトパープル、今塗った感じはもうほぼほぼブラックって感じなんですが、もしかしたら粒子が動かすとパープルが出てくるのかもしれません。テクスチャーサラッとしてますね。なんか前マグネット出た時にすごい重たい感じのテクスチャーで、なかなか粒子が動きにくかったんですけど、もしかしたら今回は動きやすいかもしれません。はい、じゃあやってみます。ちょっと暗めにした方がわかるかな。あ、そうかごめんなさい、この裏に磁石がついてるんですよ。磁石、そうだよな、くっついちゃいました。はい、気をつけてください皆さん。今のところパープルっていう感じはあんまりないんだけど、見えますかね。はい、このマグネットのやつ動かすとシルバーっぽいですね。他が黒になって、真ん中というかこの粒子が白っぽいシルバー、ほんのり光ってる感じですね。ちょっと分かりやすいように縦に集めますね。で、あ、ここがパープルなのかな、見えますかね。ちょっと紫っぽくなってるの分かります？微妙なんですけど、このマグネットを動かしてシルバー、銀色っぽい粒子を真ん中に集めると、残った黒のところに少しパープルのラメ、細かいラメみたいなのが浮き出てくる感じです。はい、なるほど。じゃあ動かします。デイドリームピンク塗ってみましょう。どんな感じになるでしょうか。マグネットね、あ、すごい色が薄い。とっても全体的にぼやーっとグレーっぽい感じに見えるんですけど、ほぼ透明ですね。で、粒子は細かいピンクとかオレンジとかのパウダーっぽいものが入ってます。あ、やっぱマグネットのこの、これは白のシルバーの粒子なんですね。ふんふん、ちょっと傾けるとツヤンと見えるっていう程度の、非常に、なんていうかね、控えめなマグネットな感じします。こんな感じ。なんかこの色すごい透明なので、下地に自分のなんか好きな色塗って、その上に重ねても、ちょっと白っぽく濁っちゃうとは思うんですけど、使えそうな気がします。はい、で乾かします。シルキー系はまずシルキーパープルでいきます。最後にね、ちょっとこうパッケージとの比較とか爪の上に乗せたりとか
するので、ぜひぜひ最後までご覧ください。はい、こちらです。あ、色薄い。今回の全部色薄いですね。すっごい一色塗りじゃちょっともうよくわからないぐらい薄いかもしれないです。こんな感じです。薄い、めちゃくちゃ薄い。マグネットの感じは一緒ですね。なんかこううるん、つやんと見える感じ。前のマグネットとはね、またちょっと種類が違います。動かした後の部分もほとんど色はないんですけど、ちょっとまあピンクかな、紫、みたいな感じ。はい、じゃあ次がシルキーピンクです。あんまりね、色の差がないですね。パッケージに描かれてるようなピンク、あ、これはピンクだこれはピンクなんだ、ちゃんと。あ、でも塗ると薄いのか、やっぱり。マグネットってね、2度塗り3度塗りしにくいんですよね。ちょっとこうマグネットが重なるとぼやっとしてしまったりするので、だから本当に控えめにマグネットふんわりしたい人にはむしろいいけど、割とこうマグネットをアートにしっかり使いたいとか、はっきりマグネット楽しみたいみたいな人にとっては物足りない感じかもしれません。ほんのり線が動いてると思うんですけど、こんな感じですね。最後がシルキーレッド。あ、赤なんだ。へえ。よ。こんな感じなんですが、ちょっとサーモンピンクっぽい色ですが、塗るとやっぱり薄いですね。ほんのり色付けたい人向け、今回のは全部。で、私的にはシルキーレッドとシルキーピンク以外はもうほぼ、あと、ブラックじゃない、パープル、なんだったミッドナイトパープルか、以外はもう色がほぼほぼないに等しいぐらいの感じですね。まずはミッドナイトパープル、こんな感じです。どうでしょう、ちょっとパープルだけどほとんどブラックって感じですね。パッケージと比較。あ、でもこの絶妙にこの辺ちょっとミッドナイト感あるかも。こんな感じ、この角度似てる。はいこんな感じです。ほとんどパッと見はもう黒ですね。シアー感のある黒って感じかな。次、デイドリームピンク、こんな感じ。どうですか？ほとんどね、色がわからないんですよね。こんな感じ。ちょっとグレーかな。ちょっとグレーな感じですね。なので、ネイルカラーの上とかにのせると、全体的にちょっとグレーに沈んじゃう感じはありますね。わかるかな？グレーに沈んじゃう。白っぽく沈むみたいな感じです。シルキーパープルも、あ、でもちょっと紫か、ちょっと紫、この薄い紫の感じは似ていますが、薄いグレー、紫、そしてシアー感みたいな感じの色ですね。ピンク、こんな感じ。シルキーピンクは可愛い感じします。こういう風に爪を伸ばしているとどうしてもね、そこが透けて気になっちゃうんですけど、地爪の上に塗るってなるとちょうどいい感じに爪の血色も良くしてくれるし、マグネットのこの傾けた時にちょっとツヤンってなる感じっていうのも残っていて、あんまりね、色の主張も強くないので馴染みが良くっていいかも。シルキーピンクがオフィスネイルとかにも使えていいかもしれないです。シルキーレッドですね。全体的にシルキーシリーズはパッケージの印刷の色味と割と合ってる感じです。ただ本当にシアー感が
あるので、もうはっきりとこの色が出るっていう感じではないです。シルキーレッドも、爪の血色を良くしてくれながら、傾けた時にマグネット独特のツヤっとした感じを出せて、馴染みがいいので、いいオフィスネイルとかに使いやすくていいですね。好みかな、ピンクとレッドに関しては。ミッドナイトパープル、あ、これなんかくっついてるな、よいしょ。でデイドリームピンク、シルキーパープル、シルキーピンク、シルキーレッドですね。こうやって白の下地を引くと色がはっきり出ます。こんな感じです。どうですか、ちょっと影にして暗くするともうちょっとはっきり見えるかな、こんな感じはい、ということでいかがだったでしょうか。マグネットね、すごいまだまだ流行るのかな、もう定番ネイルみたいな感じになってきましたが、いろんなマグネットが出ているので、ぜひお好みのマグネットを探して、遊んでみてください。ということで、今日の動画はいかがでしたか。100円ショップセリアの新商品のマグネットよいしょです。ぜひね、いいな、この色欲しいなっていうものがありましたら、店頭に行って見てみてください。で、商品ラインナップじゃない、商品名とかね、問い合わせするのに必要な情報っていうのは概要欄に書いておきますので、ぜひご活用ください。はい、インスタグラムの方にも、おそらくアップすると思うので、ぜひ、インスタグラムの方もよろしくお願いします。ということで、この番組では、いろんなね、100円ショップの新商品のお知らせだったりとか、あとは、ネイル、ジルネイルのやり方とか、ネイルハックみたいなものをたくさんアップしているチャンネルなので、ぜひぜひセルフネイルを楽しみたいなっていう方は、このチャンネルの他の動画も見てくれると嬉しいです。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。橋本美香でした。バイバイ。